こんにちは。今日はですね、カーフキックの、切り方をですね、このバランスボールを使って、動画に上げたいと思います。はい、今日緑色の格好してますが、ガチャピンではないです。はい、また後で動画をあげますので。スタンスはですね、サウスポー構えになります。サウスポー構えからですね、足の位置が、このラインがあります。下に今ラインが引いてあります。後ろ足をこの引くんですね。引き足といいます。引き足を使って、前方に足が前で引き足を使って蹴る。で、戻る。引き足を使って蹴って戻る。で、バランスボールがですね、相手のちょうど膝より低い位置なので、これを使って練習するんですね。ふくらはぎですね。カーフキックは基本的にふくらはぎを蹴ります。よくあるカーフキックはですね、後ろの足を使って相手のふくらはぎの下のところをこのまま蹴るか、ステップで蹴ることが多いんですけど、後ろ足で蹴ると、モーションが大きいのと、相手に当たらない、難しいです、当てるのは、逆に。で、こちらもリスクが出るので、前方の足で蹴ります。前方の足だけでカーフキックを蹴る。そのためには、瞬時に相手に近づかないと蹴れない。ここの部分をどういうふうにするかというと、引き寄せの足を使って前方に体が前に出る原理を使って足を前に出す。まあ、やってみますね。外と内側と両方蹴ります。まず外側ですね。蹴っても戻る。内側は内蹴りになりますね。ドンと。ふくらはぎの内側を蹴る。地味ですけど、これはヒット率が高いんで、あえてリスクのある、後ろ足を使ってカーフキックを蹴る必要はないです。前方の足を使って蹴る。これだけで十分ですね。はい。